高校生、受験生の皆さん、こんにちは。大学の授業って一体どのようなことを学ぶのでしょうか。模擬授業や実際の授業をお見せします。それではご覧ください。皆さんこんにちは。今日は中国ビジネスプログラム、略称チャイビジを紹介します。まあ、一言で言えば、寧卓大学にて中学圏ビジネスを学びます。まあ、具体的に言うと、我々の目的は、このプログラムの目的は、要するに経済社会の仕組みを理解し、中華圏などの国際ビジネス界で即戦力となる人材を育成します。まあ、内容はグローバルビジネス、経済学に加えて中国語および中国の経済社会文化について学びます。具体的に1年次には中国語と経済経営の授業に使用して、2年次以降には中国語圏の提携大学に入学して、帰国後にはより実践的なビジネスに関連する中国語と中国文化社会を学びます。 もちろんこのプログラムの主役はあくまでも皆さんね、皆さんが学んでそれを自分のものにする、ね。そして、まあ、対象者ですが、中国語の未経験者を前提に、このプログラムを設計しました。もちろん、経験者も歓迎します。それは、別のクラスにします。そして、まあ、選考によっては、中国、国際ビジネス専攻では1年次の1学期から参加することができますが、専攻によって2学期あるいは2年次からの参考になります。そしてここちょっと自慢させていただきたいと思います。まあ、過去の学生の活躍例でね、3つを挙げます。1人目、その学生は1年、まあ、みんなと同じで1年次1学期から中国語の学習を始めて、1年次2学期に中国語ハイパークラスに昇進しました。そしてプログラム内のカリキュラムで相当な中国語能力と専門知識を習得して、2年次2学期西安外国語大学に交換入学に行きます。交換入学というのは、先方の学費を免除する、入学ですね。その他も、免除しない派遣の入学もありますが、まあ、これまで、みんな、要するに中国 MC コースですね。これは経済学部のコース、国際学部はまだ卒業生が出ていないので、だから、中国ビジネスプログラムの前身である中国 MC コースの事例を挙げます。まあ、中国 MC とは中国マネジメント&コミュニケーションであります。そしてこの学生は3年次1学期から、日本に戻ってきてジェミに参加し、4年次に卒業論文を作成し、就職活動に参加します。で2人目の事例ですね。まあ、最初は同じですね。ある程度の中国語能力と専門知識を習得してから、2年次2学期から3年次1学期です。1年間中国へ留学に行きました。で3年次2学期から麗澤大学でジェミに参加して、4年次卒業論文を作成して、その間には、中国の極秘申請条件の HSK5級を習得しました。学費
学位を取得してから中国の蘇州大学大学院へ留学して、この蘇州大学でも、中国では、南京では自由、まあ、自由主義が20位以内にあの大学です。ちょうど有名な大学です。まあ、その学生は茨城出身ですが、彼は相当な動力家、私が、彼に一回聞いたんですよ。なぜここまで頑張ったんですかと。彼は自分が高校の時にあまり勉強しなかったの で大学でそれを取り返したいと。なるほど、面白いなと思う。 まあ、その結果彼が今大学院に進学できました。そして、まあ、3人目で、ね、プログラム同じようにね、ある程度中国能力と専門知識を習得して、で、まあ、彼女の場合は、1年目の末ですね、すなわち、4月入学して、翌年の2月に、炭鉱大学で短期入学に行きました。で、2年次、2学期西安外国語大学に入学して、3年次1学期に明徳大学でジェミーさんが、まあ、半年間留学ですね。ジェミーに参加して卒業論文を作成しました。それで、皆さんと同じ学位取得して就職しました。まあ、これらの学生は、まあ、これまで入学した学生は、全員入学中に、HSK4 級ですね。さっき言った、この HSK、ね、中国政府がやっているまあ、中国のトフルと考えればいい、ね、やってる、国際的な、ね、中国語テスト。で、4級は、要するに、自分でも中国で、まあ、大学の提携なしでも、自分で個人の名義で中国の大学を申請して、入学できるレベル。5級は大学院で、学費を申請できるレベル、ね。まあ、最高は6級で、ね。まあ、自慢話になりますが、これまでの、まあ、中国 MC から派遣した学生は、みんな、入学中に4級取って、日本に帰国してから5級取った、ね。これは相当すごいなことですよ。4級といっても、非関知見ですね。例えば欧米の学生だと、何年もかかりますよ。彼らは、あるいは彼女たちは、なかなかこれを取得するのは難しい。あるいは、中国入学に行っても、結局、数年後 でも、HSK4 級取ることができなかった人もたくさんいます。なぜ、あなたたちの先輩は、ここまでできたか。まあ、これは後の話になります。まず、ここでは中国語ですね。なぜ今中国語かというとね。まず、どの国も、日本も、グローバル化の流れを止めることができません、ね。まあ、鎖国時代、まあ、江戸時代、ね、日本の人口上限は4000万人だけで、ね。それで、明治以降、ね、グローバルの流れにうまく乗って経済大国に発展しました。まあ、歴史的にだけではなく、最近の話では2012年、ね、日中関係が悪化した、ね。悪化して、で中国語、中国の経済、文化などを学ぶ学生が激減した、ね。しかし一方では国、企業は中国とうまく付き合うために活用する、ね、中国語。例えば、
中国の市場、中国の人口は10億人もいますから、その市場は膨大で、これ無視できないです、企業にとっては。しかも、中国で安く作る能力も無視できない。ね、例えば私、この間、パソコン買うために、16号線の、まあ、小島電機、ね、まあ、あの辺は、例えば、小島電機とか、ケーズ電機、山田電機、ね、大手電機、3社を回った、ね。この中で、日本製のパソコン、なかなか見つけるのは難しい、ね。東芝だって、NEC だって、みんな中国製、ね。しかも、今、東芝も NEC も、富士通も、まあ、中国企業、あるいは台湾企業の傘下に入ったんですね。まあ、残念ながら。もう一つですね。危機管理の視点から、未だに、コロナの問題解決していない。台湾は非常にこれをうまく付き合った、ね。なぜがこれにできたかというと、中国語と中国事情に精通した人、人材がたくさんいますから、同じ、まあ、台湾は、同じ中国語を使っているし、もちろん台湾人は別に、闽南語ができますね。まあ、台湾語と言われてますが、その元は中国、現象南部の言葉、ね。だから、中国では闽南語、台湾では、闽は福建省の略称、ね。だ福建省南部の言葉、台湾では台湾語と言ってますが、まあ、これは別に、要するに中国語を担ってきますから、今回のコロナウイルスの拡大防止に、非常に成功していますね。また、要するに、今こそ中国語ですよね。漢字というと、漢字と、中国語の言葉ですね。日本の語と共通したものたくさんありますね。中国語の重要漢字では2400字ありますが、そのうち 99% は日本語の漢字でカバーできますね。全く同じ漢字の他に、まあ、変化があるものが多いですね。この変化にはルールがある。規則性がありますね。例えば、決定の決、20位が30位になりますね。言語の語、ね、語の字も、部首ですね。が、の違い分かればすぐ分かる、ね。普段の符も、下の階ですね。が分かればすぐ分かります、ね。東も、そして経営の A も、上の方だけちょっと違いますね。門も違いますね。そして、中国語ですね。中国語の、現代中国語の言葉は、実は日本から逆輸入したものがかなり多い、ね。中国、現代中国語の親と言われる魯迅さん、ね。日本に入学して、東京、仙台に入学して、で、中国に帰った、ね。彼が書いた文章が、現代中国語の模範文になる。もちろん彼だけではない。ね、中国、まあ、初代、科学院の院長、ね、郭さんも日本に留学、ね、かなり多いです。で、そのために日本が、日本語の中の言葉、ね、その多くは欧米からの翻訳ですが、そのまま中国語になっていますね。例えば法律、経済学、漢字が違うだけですね。で経済学、経済学部、経済はこう書きますよ。で次に、時間ですね。漢はさっきの門ですね。
門の違い分かれば間は分かりますね。で、時だけ違いますが、右上に土というものが取られた。そういう、こういうのは多いですよ。例えば広告の広、ね、広池学園の広、ね、その中の門のようなものが取られた。ね、で商業で、ね、商は同じ。業は下半分取られた。ね、で資本主義も同じですね。死は、さっきの解が分かれば、もうすぐ分かりますね。で、義は、難しいですね。このような難しい漢字もありますね。当然、今、韓国ではないですけど、台湾と香港ね、義、日本と全く同じ漢字使ってますね。中国は漢代字、ね、使ってますから、これ覚えざるを得ない。ただし、このようなの漢字はそんなに多くない。ね、しかも、これ覚え、一回覚えればすぐ使えるし、例えば皆さん知らない大学での授業でメモを取るんだね。ギッと。相当難しいで書くのは。で、自分の中国の漢字分かれば、三学ですぐ終わる、ね。それで、最後になりますが、あなたもできます。さっき言ったようにね、先輩たちよく頑張った。でも皆さんもできます。なぜかというと、さっきの漢字と言葉、ね、もうすでに皆さんできています。少なくても部分的にできています。それなは、欧米の学生だと、漢字のマスターだけですね。でも何年もかかりますね。皆さんもすでにできています。そして、麗澤大学中国ビジネスプログラムでは、あなたのこのような能力を伸ばすことができます。その特徴として、まず少人数教育、一つのクラスで数名。しかも、みんなゼロからスタートします。すでにの、一定のレベルある学生は、別なプログラム、あるいは、飛び級で、中国語から勉強するのではなく、上級中国語を入手してもらいます。そして、外国語学部中国語専攻の語学科目を入手できますね。最後に、もっとも、私はいつも自慢したいものでね、中国や台湾に入学する機会を活用できます。しかも、向こうは非常にいいサービスで、例えば、西安外国語大学でね、その院長がうちの卒業生でもありますから、非常にいいサービス提供してくれます。そして、将来卒業生の中国語ネットワークを活用することもできます。私も、2、3年に1回中国に行って、卒業生の、同窓会を開催しますね。例えば十数年に開催した同窓会の出席者で、上海で開催した同窓会の、出席者は今半分ぐらいベトナムに行ってますね。なぜかというと、ベトナムにもこのような中国語と中国ビジネス、しかも、日本人、ね、という人材が必要になりますね。このように、中国ビジネスプログラムは、以下の2種類の学生にとって非常に大きなチャンスになります。一つ目、第二外国語をマスターしたい学生、ね、にとっては最適ですね。英語を もちろんまずものにして、第二外国語として中国を学んで、自分の将来の可能性を広げます、ね。そして、英語などの外国語が苦手な学生にとって、本当に最適なプログラムです、ね。まず、さっき言ったように、中国語の漢字と、言葉、ね、すでに皆さんできていますから、その苦手をね、克服する最高な条件が揃っています。はい。時間があまりないので、話は以上ですが、
質問あったら、次のメールにお願いします。はい、お疲れ様です。ご清聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。概要欄から期間限定で先生への質問・感想を受け付けております。お待ちしております。麗澤大学ではスカイプでの個別相談も平日毎日実施中です。入試のことや大学のこと、気になること、お気軽にご相談ください。ありがとうございました。